この変態店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。さっちゃん大丈夫か。あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃあ変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前らなんでここに。なんでって、あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだな。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があってハンピン・リューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとはわけが違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ、知ってるぜ。でも本当にそうなのか、あんたでもう一回試させてもらおうと思ってな。何？やんのか。ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえんなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ、一丁またここでやるか。待て、お前の実力は分かったろ。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ、おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。は？喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと組織の上の人間に俺がチクる。そしたらどうなるかな。てめえら俺を脅そうってのか。脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか。でもちょっと遅かったんじゃねえの。ちげえよ、あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。おいお前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ咲きにして横浜港に捨てちまえ。ブース調子乗ってんじゃねえか。しねえぜ。なめんなよ。行くぞ。ぶっ飛ばしてやる。やろうぜ。見せてやるよ。いや、やめんな。私の番です。かかってこいよ。なめんなよ。やるのか。手置き。来た。来やがる。じゃあ、待っておき。してみろ。あっちゃ。あっちな。やってやるぞ。これだ。やんのか。俺の番か。ぶっ飛ばしてやる。じゃあ、来い。手加減なんだ。やってやる。おった。